ユリオルキスガンボア、ユリオルキスガンボアトレーダーのユーリアキスガンボアトラダの1981年12月23日隊はキューバのプロボクサー、グアンタナモ出身、元 WBA IBF 世界フェザー級スーパー王者、元 WBA 世界スーパーフェザー級暫定王者、元 WBA 世界ライト級暫定王者、 アテネオリンピックフライ級金メダリスト。現在のトレーナーは父親のカルロス・ガンボア。妻と二人の子供、父親と兄弟はマイアミに一緒に住んでいるが、母親と姉妹はキューバで暮らしている。オリンピックで金メダルを獲得するも国からの報酬がほとんどなく、生活が困窮したことで生活費の足しにするため金メダルを1500ドルで売り払っている。2003年。 タイバン国で開催された世界選手権にフライ級 51kg で出場するが準々決勝でソムジットジョンジョウホーに敗れた2004年ギリシャアテネで開催されたアテネオリンピックにフライ級 51kg で出場2回戦でソムジットジョンジョウホーに雪辱を果たし金メダルを獲得した2005年 中華人民共和国面用紙で開催された世界選手権にフェザー級 57kg で出場するが準決勝で敗退し銅メダルを獲得した。2006年12月パンアメリカン大会のトレーニングのために訪れていたベネズエラで深夜にホテルからオドラニエルソリスとヤンバルテレミーの3人で抜け出してバスに乗りコロンビアへこうさらにドイツへ亡命。 アリーナボックスプロモーションと契約した。2007年4月27日に、ドイツでプロデビュー。2008年2月22日、ジョニー・エドワーズ、アメリカ合衆国と、ナブフ、北米スーパーフェザー級王座決定戦を行い、初回1分34秒で TKO 勝ちを収め、王座獲得に成功した。2008年5月17日、ダーリン・ヒメネス、ドミニカと、 WBC インターナショナルスーパーフェザー級王座決定戦を行い、4回にダウンを奪われるも、10回、3から0、97から92、97から92、99から91の判定勝ちを収め王座獲得に成功した。2008年7月18日、ナボ北米フェザー級王座決定戦で、アルシーガー、アメリカが死臭国と対戦。初回に、 右フック一発でダウンを奪い即座に、レフェリーストップ勝ち、王座を獲得した。2009年4月17日、WBA 世界フェザー級2位のホセロハス、ベネズエラと、WBA 世界フェザー級暫定王座決定戦を行い、10回1分31秒で TKO 勝ちを収め王座獲得に成功した。二千九年六月十七日、世紀王者クリス・ジョン。 インドネシアのスーパー王座認定に伴い、正規王座に認定された。2009年10月10日、WBA 世界フェザー級13位のワイベルガルシア、パナマと対戦し、4回 TKO 勝ちを収め、WBA 世界フェザー級王座の初防衛に成功した。2010年1月23日、WBA 世界フェザー級13位のロジャース・ムタグは、 タンザニアと対戦し、2回 TKO 勝ちを収め、WBA 世界フェザー級王座の2度目の防衛に成功した。2010年3月27日、WBA 世界フェザー級7位のジョナサン・ビクター、バロス、アルゼンチンと対戦し、3から0の判定勝ちを収め WBA 世界フェザー級王座の3度目の防衛に成功した。 2010年9月11日、IBF 世界フェザー級王者のオルランド・サリド、メキシコと王座統一戦を行う。8回にダウンを奪われるが12回に2度ダウンを奪い、ガンボアはダウン後のサリドにパンチを等2点減点された3から0の判定勝ちを収め、IBF 王座の獲得、WBA 王座の4度目の防衛に成功した。なお、この試合はサリドが 前日計量をパスしたものの、IBF 独自ルールの当日計量で12ポンドをオーバーで、IBF 王座を剥奪され、ガンボアが勝利した場合のみ、IBF 王座が獲得できるようになっていた。試合後 WBA の規定により、スーパー王座に認定。2011年2月には、トレーナーのイスマイル・サラスが、イオカイチか、日本への指導を行うために来日した際には、 ガンボアも共に来日した。その際には、ポンサクレック・ボンジオンカム、タイトスパーリングを行った。2011年3月26日、1階級上の WBA 世界、スーパーフェザー級暫定王者のホルヘソリス、メキシコと対戦し、ソリスから合計5度のダウンを奪った末に4回、TKO 勝ちを収め WBA 世界フェザー級、王座5度目の防衛に成功した。 しかし IBF 独自ルールの当日計量でガンボアは、前日計量より10ポンド以上体重増加していた、ため、IBF の規定により、IBF 王座を剥奪された。2011年5月、IBF 世界フェザー級王座が剥奪されたことにより、統一王者ではなくなったため、WBA より、WBA 世界フェザー級スーパー王座を剥奪された。 2011年5月、マイアミの自宅で妻を殴った、暴行罪で逮捕され保釈金を支払い保釈された。2011年9月10日、アメリカ合衆国ニュージャージン州アトランティックシティのボードウォークホールダンスホールでダニエル・ポンセデレオン、メキシコと12回のタイトル戦で対し、8回に偶然のバッティングによる負傷で、ポンセデレオンの試合続行が不可能となったため、8回。 3から0、2社が80から72、79から73の負傷判定勝ちを収めた。その後、プロモーター等とのトラブルもあり1年以上試合から遠ざかる。2012年4月、ブランドン・ディオス戦が発表されていたが、ガンボアがさらに多くのファイトマネーを欲しがり試合を一方的にキャンセル、契約を交わしていたトップランク社から契約違反で訴えれた。 2012年6月、ラッパーの50セントが、和解金100万ドルをトップランク社に支払い、ガンボアは50セントの SMS プロモーションズと契約した。2012年12月8日、MGM グランドガーデンアリーナにて、マニーパッキャオ VS ファン、マヌエル・マルケス第4戦目の前座で、内山隆日本との対戦で負傷引き分けだった、WBA 世界。 スパーフェザー級8位のマイケル・ファレナス、フィリピンと WBA 世界、スーパーフェザー級暫定王座決定戦を行い、序盤からスピードを生かしたボクシングでファレナスを翻弄し、ガンボアも一度のダウンを奪われるも二度のダウンを奪った、末に12回3から0、2者が117から109,118から108の判定勝ちを収めて2階級制覇を果たした。2013年1月、 ガンボアが生活の拠点にしているマイアミにあるバイオジェネシスというアンチエイジングのクリニックでガンボアが同クリニックから HGH、インスリン様成長因子1、イグフマイナス1、テストステロンイクリームなどの禁止ドーピング薬物を購入した際のやりとりが書かれた文書が見つかったことが報じられる。同時に MLB のアレックス・ロドリゲスやライアン・ブラウンなどの有名選手も 同クリニックから禁止ドーピング薬物を購入していたことが報じられ、バイオジェネシススキャンダルとして大きい注目を集めることになる。その後、MLB は報道があった選手を徹底調査し出場停止などの処分を下した。しかしボクシングには MLB のような統一機関が存在しないため、ガンボアを追跡調査する手がなく、ガンボアが一切調査されることなく試合に、 出場していることを、ヤフーやスポーツイラストレーテッドの記者は問題であると指摘した。2013年3月、ライト級に転校するために、WBA 世界、スーパーフェザー級暫定王座を返上した。2013年6月8日、カナダモントリオールのベルセンターで、WBA 世界ライト級2位のダーリー・ペレス、コロンビアと、 WBA 世界ライト級暫定王座決定戦を行い、12回3から0、2社が116から111、115から112の判定勝ちを収め3階級制覇を果たした。2013年11月、元妻へ暴力を振るったとして逮捕され、家庭内暴力でマイアミの刑務所へ収監された。ガンボアが家庭内暴力で逮捕されるのは2度目となる。 2014年5月17日、カリフォルニア州イングルートのグレートウェスタンフォーラムで、WBO 世界、スーパーフェザー級王者ミゲル・アンヘルガルシアと対戦する予定だったが、ガンボアが高額のファイトマネーを要求し試合をキャンセルした。2014年5月、同年6月28日に、WBO 世界ライト級王者テレンス・クロフォードと対戦することが決定したため、 WBA 世界ライト級暫定王座を返上した。2014年6月28日、ネブラスカ州オマハのセンチュリーリンクセンターオマハで、WBO 世界ライト級王者テレンス・クロフォードと対戦するが、5回と8回に一度ずつ、9回には二度ダウンを奪われ、9回2分53秒 KO 負けで、プロ初黒星を喫し、WBO 王座獲得に失敗した。 試合後ドーピング検査が行われると指示があり、控室で待機していたが、結局ネブラスカ州アスレチックコミッションの怠慢により検査は行われなかった。2014年11月15日、メキシコカンクンで WBC 世界フェザー級26位のホエル・モンテス・デオカ、メキシコと対戦し、6回1分13秒、TKO 勝ちを収め再起に成功した。 2015年9月、同年5月に破産を申請した SMS プロモーションズからの契約解除を求めて裁判を起こした。2015年12月19日、ニューヨーク州のでハイロン・ウィリアムズ・ジュニアと対戦し10回3から例の判定勝ちを収めた。2016年1月、契約解除を求めて SMS プロモーションズを訴えていた裁判で、 裁判所は契約は有効であるとして、ガンボア敗訴の判決を下した。2016年3月17日、SMS、プロモーションズに加えて、新たに、スペインのプロモート会社 BB プロモーションズと契約した。2016年12月17日、フランスでマルコムクラスセント試合予定だったが、試合当日にクラスセントトレーナーが、 地元警察に逮捕され試合中止となった。地元警察がクラス線のホテルの部屋に踏み込み、違法運動能力向上役の所持を確認して、逮捕に至ったと複数の報道機関が報じた。2017年1月23日、オスカー・デラ・ホーヤのゴール、デンボイ・プロモーションズと契約を発表した。2017年3月11日、約1年4ヶ月ぶりの試合を、 ニューヨーク州ので、デイビッド・レミュー・ VS ・エス・カーティス・スティーブンスの前座で、レネアル・バラードと対戦し、10回3から0、97から92が2九97から93の判定勝ちを収めた。2017年5月5日、ラスベガスの MGM グランドガーデン・アリーナで、ロビンソン・カステラノスと対戦するが、7回終了時に、 危険を申し出て7回終了 TKO 負けを喫した。2017年8月12日、カン君ンのグランドアシスカン君ンで、アレクスレージェスト133ポンド契約10回戦を行い、10回2から0、95から94が2社、94から94の判定勝ちを収め再起を果たした。2017年11月25日、 マディソンスクエアガーデンシアターで元 WBA 世界スーパーフェザー級王者のジェイソン・ソーサとスーパーフェザー級10回戦を行い10回2から0、95から93、96から92、94から94の判定勝ちを収めた。2018年3月20日、ガンボアの要望でゴールデンボーイプロモーションズを契約解除となった。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。